そしてホーキンソンがスクリーンリピックをしてそこに送ったピックアンドポップの形、クレモンズは右からポップするポップとキーホーキンソンの3が来ました。今日最初の勝利でサンドカーズ渋谷が3を決めています。そしてクビン・ジョーンズのピックダイブしたクビン・ジョーンズが呼んでいる、ただ外からそうですね、ジョシュ・ホーキンソン、ここで10点差、さすがにここはタイムアウトを取ります。スリーと逆のリジェクト、ベースラインドライブからスルーをして NJ ピーク、中ポストアップ入れさせないクレモンズだ。先頭走るのがホーキンソン、上要求、そのまんま沈めます、ね、いいですね、そのね40歳以上、さあホーキンソンのフリースロー、この人は9試合のサンプリングしかありませんがフリースローの確率が高くなっています。さあそして2投をしっかりと沈めました。ベンドラメトランジション3が手前のリングです。ただリバウンドクビン・ジョーンズ、セカンドチャンスになります。ホーキンソンキャッチ&シュートの3、今日2本目、ジェフ・ビリックスがこれ15得点になりました。またホーキンソンのスクリーンスイッチをする、ホーキンソントップで残る、来れば4本目、リバウンドトイ・マーフィー、1つケビン・ジョーンズ、カッティングホーキンソン、エンドワンだ。そして決まってエンドワン、特に魅力のチームなんですけど、今日のゲームでは初めてぐらいのこのホーキンソンのカッティング、さあ落としたという願いを込めたこのアルファメイトブースターからのネギバンマンです。決めた、エンドワン、3点プレー成功です。ホーキンソンから田中大輝、スクリーンを使ったダイブするフリースローラインジャンパー、ここはベンドラメハンドオフ、そしてホーキンソンのピック、キックアンドポップでまた外残っています、クレモンズ。今度はダイブした、入れて、つなぎ役がフローター、流し込みました、ホーキンソン。中はミスマッチだ、そこを使った、そしてカッティングだ、いやー、いいフリーのディフェンスだ、そしてホーキンソン、ポーサンド、オフィシャルタイムアウトです。ものすごいベースラインからのダンク、これが一つ目ですね。ストレビス、またコースティング、外で動かすブニュー、コーナー空いているベン、来るホーキンソン、ライトハンドスラム、ベースラインドライブ、叩き込んだ、ブニューのディフェンスからです。タカちゃんダンクミックスですね、すごいベースライン広げました、ダーッとターンオーバー、ファールできない渋谷、はい、中読んでアリウープだ、エンドワン、エンドワン、今日要求していたのでログパスなんでしょうが、一旦本来ですと着地をしてシュートにかなというところをそのまんま、さあ3点プレーが完成しました。ホーキンソン、あでもこれフリースローで刻んでいくことによってホーキンソンがターゲットになればこれで35得点、22年に越谷のアドバイザーとして就任をして昨シーズンからヘッドコーチになりました。